ささやっていきましょうか。バイオハザード RE。でかい。ということでね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。まあ、今回はね、ちょっとね、作戦があります。で、何かっていうと、前回パートで、まあ、ここね、チャプター3の1、まあ、荒れまくるよって言ってね、まあ、早速自分に甘々で進めてたりとかしたんですけど、今からやるところって、まあね、バイオの、まあ、このシリーズの中でもね、屈指の、まあ、難しいところなんですよ。それをナイフだけで行こうと思うと、まあ、相当大変なことになるから、ちょっと待って。なんか若干操作性が悪い。なんか微妙だな。ちょっと待ってね。重いのかなパソコンが。まあそういうこともあるよね。ということなので、オープンで、ここね、もうすでにね、上にね、あれ来た。そうだよね、そうだよね。で、来てるので、無視していきます。痛いです。あー、めちゃめちゃ。精度が高い攻撃。あれちょっと待って、なんだすごい、遅い。ちょっと待って、なんかカメラコントローラーがものすごく悪いぞ、これ。で、降りて、ちょっと待って。あ、反応してない。ちょっと待って。全然反応してないぞ。なぜ昨日まで普通にやってたじゃん。え、きおー、ちょっと待って。あれあのね、マウスが動かない。あの、クリックはできるけど、普通のやつをやってくんない。ちょっと待って、ちょ、しかも、待てい、これちょっと待たんかい。え、待って、マジでさ、あれここはクニクニするのに、なぜかカメラが全然動いてくれないという。What's happened to マウス？え？こうなったら、あれよ？もう。危ない！あ、しかもこっからやらしてくれるんだ。ちょっと親切。あー、でもダメ！ダメ。もう、どこ進みたいの？バカ。そして、あれ？アシュリーどこ？いや、ちょっと待って、ちょ。わあ！うえぇ！あ、ついに反応しなくなった。ついにクリックが反応しなくなった。いって！お前、女の子にそんなことされて大丈夫なのかよ。なんで今、ちょっと待って、クリックも押してないんだよ、もはや。おら！今反応するんかい。ちょっと待って。え？いって、もういい。え？あ、やっとまともに戻ったかもしんない。だね。ふい。うん。あ、いい。もう。あー、またぶっ広げー。いやー、失礼しました。あの、私ですね、些細なことでイライラをしてしまうというたちでございますんで、なんとも、言えない、こう、やってしまったんですけれども、はい。ちょっと、冷静さを取り戻してね、いつも通りの変態紳士で行こうと思いますんで、よろしく。ぬわー。あ、やっと戻ったね。なんだったんだろう。あ、戻ってないわ。全然戻ってない。そしたらアシュリーどこなのよ。危ないって言うけどさ。ちょっと待って。本当にどこ行きたいの。わけわからん。なあ。もう。あれ、ちょ待って。ほんでアシュリーどこや。あ、やっと俺行ったいな、もう。うりゃ。ちょ、どこやって。バカたれ。なんか、これあれだね、懐かしいな。なんか、このシリーズの前にやってたさ、リベレーションズって覚えてます？皆さん、ほら、もう、だってさ、もう、足元見てんだもん。もう、バカとしかいい。ほんで、もう、あっかーん、ちょっと待って。なに、ストップ！ん？どうなってる？ちょっと待って、マウスのスイッチを切って、よいしょ。イオン。ほい。これで？よいしょ。え？あ、やっとまともに戻った。電池の問題だったか、もしかして。こうなったらもう無理ですって。ほい。あー、ちょ、おら、まとめてキック。いいの入った。あちゃ。あのね、まず、あとね、もう一つね、問題が起こってる。あのね、キーボードも反応しない。二つの問題が同時発動。わあ、痛い。なんで、わあ、ちっぱいがいっぱいだ。ちっぱいいっぱい、おっぱい当たってる。ちっ、ついあぶれ。よし、オッケー。
そんなもん食らうか、タコ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 スタコス。メレイ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 、ちょっとメレイあれメレイメレイほっメレイメレイ、おりゃおら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 、あ、ちょ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 、てかこの状況の中でアシュリーに一発も当たってないっていうのがすごいよね。ふいっとーニヒルストンで、さすがにこうどうしよう、やっぱ水飲まって大変な目に遭いますね。やばいやばい、グーパン食らう、グーパンなんか食らってたまるかんやろうめ。ほっていよし、1対1で確率にしますね。1対1うそー、あはー、お首ちょんぱー、あ、ちゃんとお首ちょんぱが見えないような状態になってる。うん、優しいね。違うんだよ、わー、めちゃめちゃ荒れてる。どうしよう、しかもこれ体勢を立て直すことのできない場所から始まってんだよね。どうしよう、さすがに、よし、マシか、ちょっとマシになってるね。よし、オッケー。で、アシュリー、じゃあどこ行くのじゃないの、おめえが押せんだ、ぶれ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 、おめえ誰、ああ、もうまた、なんでな、もうバカなの、アホなの、死ぬの、いや、死んでんだよ、もう何回も死んでんだよ、もう恐ろしい数だけ死んでんだよ、何してんの、わ、ちょ、もう、相手も、もうびっくりだよ。相手もびっくりだよ。あれすぎてびっくりだよ。ほい。おら、あっち、なんで、お前、下、置き土産とはこのこと、痛いの、刺さってるの、で、うにゅうにゅうしてるの。痛い、もう、ほんとに、バカ、なんで、お前、壁相手に戦ってどうすんだって、痛いわ、そらそうなるわ。ほんでもう反応しねえしさ、もうコントローラー完全に、はい、お首ぴょんぱしちゃって、しねえのかよ。どうしよう、ほらもう反応しないもんね、わかる、皆さんカチカチ、あ、ちょ何してんのバカタレ。どうしようかな、これでも一発投げてみる、ういー、あっ、ういー、あれ首あんじゃん、すごい遠くに声が聞こえてきたけど、いや、めっちゃ近くにいるはずなんですけどね。レオーン、ちょっと待って、これはなんか、武器、ナイフ以外を使っちゃ負けな気がしてきた。頑張ろう。よし、行くぞ。ほっ。あ、イエスだ。よいしょっと。うら。で、レオン、あっ、あっち。ああ、まただ、もう、女、きっと前世は女。この野郎、もうそんなもう分厚い服着てねえと、おっぱい出すよ、おっぱい。てああ、セクハラすいません。でもお前が先に手を出してきたんだぜ。しぶと。もうしてる、もうそんな危ないことはもう、とっくに知ってるって。もう、だって、操作ができないんだもん。うるぅ、ちょ。で、ナイフ使わねえしよ、ナイフ使わないしよ、ぬわー、ちょっと待って、うわ、ちょ、おら、てて、カッキン、腕キック、いて、あ、いて、おら、あ、ちょ、もう、全身全霊を込めてセクハラをされております、ちょ、あっち、なんでやねん、Why? Don't you why? なだってちょ、寝てるやつはナイフで切り刻む、にゃうあぜん、まあ、いや、もう言っちゃい、あちょー、課金、ねんねー、おら、お亡くなり、で、アシュリー、あ、ちょっと、アシュリー、もうバカたれ、うる、男は嫌いです。うら、あ、ああ、もうまともに、本当にまともに操作させて、もうストレートパンチ外せじゃねえ、外れ、ぬおっ、やっペイだったらゲームやり直しはいいだろうって怒られるかもしれないけど、それでもやっていくスタイル、ここまま頑張ってきたんだからね、ツンツン、あちゃ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 ち
カマちゃん。アシュリー、そろそろ立ち上がって。アシュリー、いい回避。なんでいい、全然回避しねえ。ちょ、あ、もうタブ開け。え、ちょ待って、うわー、なんでやねん。もうキーボードを押しても全く反応しない。ちょっとね一旦カッツした。ちょっと一旦ね、もうちょっとゲームを終了してもう一回ということなんで、でやり直したってとこなんですけど、あ、ダメだね、もう全然反応しないね。今日ダメかもしんない。ちょっとやれるだけやってみよう。ほいっと、なんかこっちの方がなんか早いんじゃねえかと思った。おいー、お姉さん積極的ですね。なら私もそうやって返しましょうか。本来刺すべきところはそこじゃないんだけどね。うわー、なんでおめえそうなるの。開始しまーす。ほい、あ、ダメだ、今日もダメだっていうか、まあ同じ日にやってんだけどさ、同じ日に、あー、いやー、はいやー、反応しないね。これはもうパソコンごと切っちゃった方がいいかもしんないね。どうしようかな。でも盾持ちがいるから、盾持ちがいる場合はね、あれなんですよね、先行弾も効かないからね。それだけで、あ、しかも結局どっちにしろここ銃使えないとダメなんじゃん。思い出したわ、アシュリーちゃんがやるときに、あー無理、あ、もう無理、カメラワーククソったれ。もうそのまま進んでいくしかなかもうろ。待ってよレオン、待たないよレオン。あ、ここまで来たのに、ちょー、もうだから壁と戦うなって。人と戦う、人じゃないんだけどさ。あっちゃ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 あ、またまた大変だけど、歌詞が違う、そんなこと気にしちゃダメよ。なんでそっち向くの。なあ、そんなにセクハラされたいの。まあいいけどさ、戦い方がなんかね、下水んだよね、これだとね。いっていい、おらおら、あ、痛い痛い痛い、あれ、こいつはパンチしないんだ。あ、ちょ、もうね、なんか何もしてないのにね、カメラが回り始めるっていうね、ちょっとよくわかんない現象が起こってんだよな。危ない。あれ、ちょっと本当に誰と戦ってんの君は。あいってーなー。はい。あ、もはやこれを閉じることすらできなくなった。どうしよう。本当にこれ、あ、ちょ、ほんで連打してんのに全然反応しねえし。よいしょ、おやすみなさい。あ、ちょ、差し出すんじゃないよ死神に。ふらっと、ふっていい。一匹まともに、ふってい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 って。だから君は誰と戦いたい、君は誰と戦いたい。やーば、再びー、やばい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 。で、面白いよね、もうもはやね、やってることがさ。よし、あー、なんかもう、なんか、あ、新しいやり方だな、これな。で、しかもこれやるとさ、変化しないじゃん。変化、痛い、変化しないし、楽だよね、これね。ほら、もう誰と戦ってるかもわからないままね、ずーっとなんか、あー、はい、始まった。ほら、もう敵も呆れ返ってんだもんね。ほら、ちょ、もう、はい、分かった、もう壁と戦うのは分かったからさ。あー、出た、えってー、ついにバレたか、ついにその戦法バレちまったか。俺が、わー、プリッ、ほら、あっ、てい、やー、ちぇー、
ちょっとね、本当に申し訳ないんだけど、今日はお開きにさせていただこうと思います。ちょっと全然まともにプレイできないはおろか、もうあの怒りのボルテージが上がりすぎてね、もう皆さんの前で言ってはいけないような言葉が頭の中をこう駆け巡って仕方がないというところなので、ちょっとねプロテイン飲んで落ち着くわ。はい、ということで一旦ここで終わりにしたいと思います。あのここの続きからやるのか、まっさら新しいところから始めていくのか、ちょっとあの気分次第であるんですけれども、本当に申し訳ない。こんな回を作ったことを忍びなくの思う。だけどドキュメンタリー番組だから全部さらし出していこうかなと思います。もうぜひね、あの心の底から頑張ってって応援していただける方、ぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタンお願いします。ではまた、バイバイ。